超便利。男前でしょ。何名ぐらい。じゃあ否定せえよ。じゃあ僕月一レギュラー。こんにちは。こんにちは。この間ね、はいはい、ちょっとお話ししてました。変わったお砂糖で梅ジュースをつけようシリーズです。アメや。アメちゃん。アメちゃんや。アメ、まあ、アメちゃんを砂糖の代わりにするということですね。はい。はい。でこれ、梅の量が 1.5 キロに対して、はい。まあ、いちご飴 1.5 キロ、1対1でご用意してます。はい。でこれはよくお話に出てくる冷凍梅を使っています。はい。冷凍梅のメリットを教えてください。メリットはですね、これもう穴開けんでいいんです。生の梅だと果汁を出やすくするために表面になんか爪楊枝とかでこうバーって穴開けるんですけど、その面倒くさいのがいらなくなります。この表面に傷が入るんです、穴を開ける必要がなくなってきます。はい、超便利。便利？すごい赤いやん。めっちゃ赤いやん。ええー、感じ、ええー、感じ。やりましょうか。はい、アルコールを。はい、はい、じゃあ早速始めていきます。はい、まずは梅を入れます。はい、ちょっと一面に敷き詰めるような感じで。いいね。しゅい。で、アメちゃんいきます。いちごアメちゃんいきます。はい、アメちゃん投入。ちょっとアメちゃん来い。カチンカチンやろ。おい、これ掘りっぱなしといたやろ。すっきのをね、ちょっと準備するときに、うん、そのまま置いていったら溶けてしまったんで。アメちゃん今、あのもう泣いとるやん、これ。泣いてるってわかるわ。泣いてるっていうのはこのベチョンベチョンになるやつ。あの、あったかいとこ置いといたらニュルニュルになってくれ。はい、あれをアメちゃん泣くって言わんか。言わないです。俺だけ。そう、多分。いちごの形してるやん、これ。香りはどうですか。めっちゃいい、めっちゃいちご。さっきから言いたかったもん。もう、なあ、すでに梅の匂いはせん。はい、このアメちゃん、いちごの形してるんよ。いちごの形な。うん、ほんまや。うん、すごい。すごいんやけど。いいね、はい、頑張ります。いいね、こんな感じで梅とお砂糖というか、まあ、アメちゃんを交互に入れていきます。はい、やってください。はい、梅ちゃん、はい、はい、すごいな、あのいつもこういうことやってるって梅のいい香りもするやん。はい、今日なんか、いちごに入れてるな。すごいいちご。あ、ごめんなさい。おぉ、すごい。はい、はい、ものすごいな。綺麗。めっちゃ見てん。いや、ほんまにイチゴ入ってるみたいやね。イチゴっぽい。なあ、イチゴの形した飴なんで。はい。すごいね。あ。え？出たらいいの。で、まあこれ1週間からだいたい10日ぐらいで完成。はい。はい。楽しみに。あ、今日はなんか来られた。ちょっと来て。こんにちは。こんにちは。どうも。ちょっとやばい、もう男前やな。はい、何ですか。否定せい、否定。YouTube です。突然現れましたけども。突然現れましたけど。これ真ん中っていう。これすごいない？センター。使っていただいて。これ何か分かる？いちご飴です。いちご飴。実はこのいちご飴を、まあ、納品していただいてる。って言ったらいいかな。そうですね、はい、あの、はい、業者さんになる、大阪の方の業者さんになるんですけれども、はい、ありがとうございます。自己紹介をします。あ、自己紹介。自己紹介です。上の名前でもいいし。え、会社名もいいと思った。別に言ってもいいよ。うん、あ、まあ、うん、ミドルネームでも。ミドル。好きなように。はい。あ、大輝って言います。大輝。はい。そう、本名。一応本名。これどうなしてはるんですか。つける。え、これな。いつも梅ジュースって大体、はい、まあ、梅と、まあ、はい、一般的には氷砂糖とかでつけるんやけども、まあ、お砂糖の代わりに、はい、アメちゃんでやってみようかな。同じこう糖分があるから、はい、で実際にやってみたら、はい、どんなになるんやろ、はい、簡単にできるやん。アメちゃん凍ってきたらええわけやん、はいはい、まあ、こういうふうな形で梅とアメちゃんだけ入れたらどんな味になるのかなっていう形で今日はちょっとやってみたい。どんなになるの。ちょっと匂い嗅いでないからな、分からんと思うけど、はい、ちょっと匂い嗅いでみる。めっちゃいちごです。めっちゃ美味しそうじゃん。飲みたいです。飲みたい。
え、何か入れるんじゃないですか。何も入れない。入れません、これは。梅ジュースって基本的にそうなんです、はい。じゃあ濃縮ってことですか。そう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 。さっき下で、行ってこい、行ってこい言われた。行ってこい言われた。どんどんしてはんのかな。男前やからな、入るやん。男前でしょ。何名ぐらい。じゃあ否定せえよ、男前恋やから嫌いやねん。じゃあ俺に言うたら、もうがっつり否定するの。めっちゃ男前っすね。俺はそうやろ。いつもそうやけど。でも梅のジュースとかもね、結構皆さんいろいろお家で作ったりとかするのでも、はい、まあちょっと変わり種でちょっと作ってみたいっていうのあるじゃないですか。そうですね。まだ僕らが一回ちょっと試しでやってみましょうかということで、今回いちごの飴ちゃんを使ってやってみたんです。はい。でも宣伝力すごいですよね、その方が。動画で見ていただけるんで。ねえ、男前出たらほら動画のあも、あ、今日多分見たもん。じゃあまた来週飲みに来るっていうことで。あ、また来週来ます。そうですよね。いや、そうですね。わざわざ飲みたいでしょ。飲んでみたいでしょ。飲んでで、これにお酒入れたら、お酒入れると梅酒になる。そう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 、はい、ほんならいちご梅酒が出来上がる、はい、ほんならシロップは今度10日やから約2週間ぐらい待ってもらいましょうか。じゃあ2週間後に来ていただくという形でもいいんじゃないですか。何ニコニコしてんねん。いや、だったら来週違うわみたいな形で。いや、まあなんか YouTube 初めてなんで。 YouTube 初めてですか。え、編集してない、してない、喋りたいもん。あ、そうですか。編集はもう、あの、この辺に文字とか出ないですか。はい、出ますよ。あ、出ます、はい、全部、全部やってくれます。へ、はい、すごい、はい、じゃあ僕月一レギュラー。あ、いいですよ、レギュラー参加でいいですよ。男前もんな、否定せげて。例えば何かおすすめの商品なんかあって、はい、ちょっと食べてほしいなみたいなものがあれば、そうそう、変わったものとか2人に食べてもうて、そうそうそう、まあ見てる人10人ぐらいですけど。え、嘘です。はい、じゃあチャンネル登録数が増えるようにも、はい、はい、ぜひぜひ。まあそれもちょっと営業してもうて、はい、そうですね、はい、僕も YouTube したいな、地元を、はい、PR したいな。あ、いいですね。僕らも基本的にそういうスタンスなんです。あ、何かね、うん、こう地元を活性化できることができるなとか。そう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 。どこでしたっけ地元。大阪の唯一の村なんですよ。大阪の唯一の村、大阪に村あったん。千葉や赤坂村。そうです。何があるんですか、有名なもの。金剛山です。山、山、はいはいはい、で、和歌山と奈良と隣接してて、で、楠木正成の出身の地です。P は一切顔出し NG なんですよ。まあでも徐々に YouTube のカメラマンって半年ぐらい後ぐらいに出てきてますよね。いや、絶対出ない。あ、そうなんですか。徹底してんの。なんでなんですか、顔出し NG なんですよ。うん、俺も NG だよな。え。ではまた今後ですね、梅ジュースのリポートをしていきたいと思います。はい、ではでは、梅チューブでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マジっすか、いつアップ。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。